チューチューチャールズ、こちらのゲーム、1年前に超大ヒットしたホラーゲームでして、まあどういうゲームかと言いますと、なんか雲と機関車が融合したクソ気持ち悪い化け物に襲われるっていう、まあ頭がいかれたゲームなんですけど、なんかね、雲と機関車が融合した姿ってどんなのかなって、あのストアページ見てみたんですよ。そしたらね、なんか機関車トーマスに、な東京グールのカグネが生えてきたみたいな、なんかめちゃくちゃクソ気持ち悪いビジュアルだったんですよね。めっちゃ言う。クソ気持ち悪かったんですよね。で、しかも、その機関車、なんと暴走状態で、まあ言うこと聞かないんですよね。ってことは、言うこと、機関車トーマスってことですね。え？みんな、黙るのやめてくんない？めちゃくちゃ気まずいんだけど。めちゃくちゃ気まずいんだけど、なんかせめてさ、クスクスとかさ、なんかちょっと苦笑いでもいいからさ、ちょ笑ってくんない？なんなん真顔って。ねえ。みんな真顔だよね、今。めちゃくちゃみんな真顔だよね。やめてくんない？え、ちょっと、俺この空気耐えられないわ。このめちゃくちゃ気まずい空気耐えられないから、もう早速やってくね。もう最悪な始まり方だよ、本当に。やってくか、新規ゲーム。あ？なんだこれ？クラシックモードとナイトメアモード。え、クラシックモードはいわゆるチューチューチャールズの通常難易度。なるほどね。で、ナイトモードは思わずコントローラーを怒りで投げてしまうレベルのハードコアモードだぜ。さらに陰鬱な雰囲気。たった一度の人生。チャールズが死ぬほど攻撃的でかなり強い。え？ちょっと待って。え、この機械、このチューチューチャールズ？こいつさ、ただでさえさ、暴走してんのにさ、ナイトメアモードになると、さらに暴走するってこと？いや、恐ろしい。いや、普通のモードでいいです。はい。じゃあ、普通のモード、チューチュー！はい。機関車発射と。この黄色い機関車が、主人公の機関車だよね。で？しばらく見てね。急な話で悪いが、俺が監督していた鉱山で、ある事件が発生してね。うん。いや、美味しい話だから、最後まで聞いてくれ。うん。博物館を赤字化救えるような、でかい何かを探してんだろう。でかすぎない？あの島に何かどでかいのがいる？どでかいのがね。うん。多くの友人がそこに取り残されている。俺の息子もだ。うん。息子取り残されたのテンション高。こいつ倒せるっちゃ君しかいない。君は町の歴史で一番どでかいアトラクションになるぞ。それに急とも助けられるわけだから。一石二鳥じゃないか。ああ、それじゃあ夕暮れに港で会おう。わ、これだ！ちょっとしたモンスター狩りが待ってるから、覚悟しとけ。あ、これは機関車トーマスにカグネが生えた姿だ。気持ち悪ははは、キモ。めっちゃキモいんだけど。こいつが襲いかかってくるのが気持ち悪すぎない？もう本当に、ね、機関車トーマスに東京グールのカグネが生えた姿みたいで、ああ、やつはチャールズと呼ばれている。うん。なんて読むの名前？半分機関車、半分地獄からの巨大雲。我々はしばらくやつを倒そうと計画してきたが、あとは少し準備が整うところだ。うん。な、テンション高くない？会う人が何人かと確認する場所が何箇所かある。ちょっとした段取り作業だぜ。さあ、着いた。あばれあばれあばれにようこそ。甲府が自分の墓場を掘るしますわ。ちょっとさ、なんかこのおじさん、このおじさんの語りをうまく、なんか真剣にやりすぎて喉乾いた。ちょっとお茶飲んでいい？お茶。ふう、熱く語りすぎてしまったぜ。喉がめちゃくちゃ乾いてしまった。で、あ、結構リアルだな。結構リアル。ここにもう線路敷いてあんの？ってことはさ、チャールがここに来る可能性があるってこと？いや、怖っ。あいつどこまで、移動可能範囲どこまでなん？で、おじさん。丘の上に汽車の停車小屋がある。うん。あ、これも押すんね。早い段階で汽車の操縦士の一人が、あの化け物に殺されたから、彼の古い汽車がまだそこにあるはずだ。あ、それが俺の乗るあの黄色い機関車ってことね。それにたどり着けたら、旅に欠かせない足を獲得することになる。うん。旅に欠かせない足ね。俺にくっついてろ。いつ奴が襲ってくるかわからないぞ。このおじさん怖。な、テンション高くない？うん、今から襲われるってね。早ーおい、早いぞ。待って。おい、おっさん、お前何歳だよ。60超えてんだろ。よくそんな走れるんな、ね。見た目70歳ぐらいだけど、よく走れるんな。早い早い、ちょっと待って。早い。急に走るなんて、ちょっと早い。体力、すごいな。元陸上部なのかな。うわ、ここにも線路が引いてある。ってことは、チャールズ、ここまで来るってことか。で、おじさん？
チクショウ、鍵がかかっている。諦めんの早いぞ、どうにかして入ろう。うん、道を辿った先にある小屋の中に鍵があるかもしれない。この地図を使うんだ。さっき場所に印をつけておいたから。君が小屋の中を探してる間、俺はここの辺りを探していよう。うん、ちょっとさ、このおじさんの喋り方疲れた。ちょ、なんか、喉乾いた。さっきお茶飲んだばっかなのに、おじさんの喋り方すると、喉がすぐ乾く。ちょっと、お茶ついできます。よしょ、ただいま。お茶飲んできました。あとさ、おじさん思ったんだけどさ、ヒゲの剃り残しすごない？めちゃくちゃ剃るの下手くそやん。な、おじさん、ヒゲ剃ったことないんか、このおじさん。こんなヒゲ生えてんのに。さ、こんなヒゲ生えてるから剃ったことないんか。初めて剃ってみたんかな。で、M で、マップ、すげえ、なにこれ？え？あ、ここに行けばいいって？めっちゃわかりやすい。なにこのマップ？めっちゃわかりやすい。で、どこ？わかってねえんだよ、わからねえんだよ。マップ管理能力がねえんだよ、俺は。で、こっち行って、多分こっちだよね。で、ここに入ればいいと。はい、失礼しまーす。すいません、誰もいねえ。でっかい鍵、めちゃくちゃでかい鍵やん。で、これ取って、I またはゲームワイパッドボタン、I、押しづら、I って、押しづら、捨てられた駅を開けられる小さな金の鍵、はい。じゃ、これで、機関車取ればいいと。なるほどね。チャールズ襲ってくんの、あいつ。チャールズって、なんか、恐ろしい見た目してんのに、チャールズって可愛い名前だな。へへ、よくやった。見つけたようだね。ドアを開けてくれ。うん、開けるね。はい。開けた。で、ああ、これが、俺の相棒だ。相棒の、ね、名前つけようかなんか。なんて名前つけようかな。どうしよう。あ、いや、トーマスでよくね。もうこれ、トーマスだよね。どう見たってトーマスじゃん。だ、こいつの名前トーマスな。これ登れんのか。あ、登れる。で、なにこれ、なにこの黄色のペンキ。これいらなくない？まずは、島の中を速やかに移動する交通手段と。敵の戦いに、武器と盾？え？ちょっと待って、武器と盾？え？なんかついてる！なに？あ、これが武器ってこと？あ、これ、チャールズが来たらこれ撃てばいいってことか。なるほどね。で、やられた時、リスポーン地点 F ね。R か。運転室のアイテムとイントラクトして使い方を学ぼう。で、これ何？これ、ん？これ押せないの？これ、な、え、これどういうこと？どういうこと？これどうすればいいの？まず、機関車の HP が100。あ、HP とかあるんだ。で、スピードでレベル1で、前進と後進の最大スピード上げる。え？え？待って？すげえ、構えられた。構えられたんだけど。しかもこの銃、ね、どこの方向でも撃てる。で、360度撃てるよ。おいおい、飛行機じゃない、間違えた。機関車の中撃つな。機関車の中撃つな。これ撃てるんか、すげえ。これ的とか当てられる？あ、結構難しい。ブレるね。ブレるわ。これ、はい、当てて。あ、なるほどね。こうやって、ね、あの盾強くない？え、なに？あの盾強くない？な、キャプテンアメリカの盾ですか？キャプテンアメリカの盾ですか？これ。めっちゃ、硬いんだけど。わあ！びっくりした！おっさん、急に乗ってくんなや！さっきまでそこで保護者みたいに見てたのに、急に乗ってきやがった。怖っ、このおじさん。見た目はちょっとボロボロだが、問題なく走りそうだ。うん。君が見た銃は、俺が島から避難した時にはなかったもんだが、使い甲斐は十分にありそうだな。君が見た銃は、俺が島から避難した時にはなかった。じゃあ誰がつけたん？誰がつけたん？これがあれば、チャールズが気づく前に攻撃して、奴を倒すことができる！運転する準備はいいかい？オッケー。うん。で、運転する。まず、中央レバーは汽車を前進させる。左レバーは後進。左？こっちか。左レバー、これが後進ね。で、右レバーは、汽車を停止させる。あ、結構簡単だね。じゃあ、まず、うん、こうして。これ開く？大丈夫？おいおい、雑。絶対倒してやるぞ、チャールズ。だって。ん？え？あー！なんかいる！うわ、機関車トーマス来た！待って。これ撃てばいいか。おら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 、うわ、怖っ。なにこいつ。おじさん、危ないよ、おじさん。絶対逃げた方がいいよ、おじさん。あ、これなんか熱くなっちゃうんだ。あ、おじさん、すんごい見た。あ、おじさん、おじさん、あ、おじさん、あ、下打ちしとこうか、下打ち。おじさんを下打ちしとこうか。あいつ死んだんか、ちょっと更新してみるか。ちょ、戻ってみるか。あ、おじさん、大丈夫？おじさん。おじさん。
ちょっと待って、ちょっと待って、待って、おじさんいるよな、おじさんいるよな、ちょっと待って、まあ、進んで、おじさんいるよな、これ停止して、おじさん、大丈夫？おじさん、は、あれおじさんか？ちょっと待って、見ていい？おじさん、は、なんか喋ってるね。めっちゃ頑張って喋ってる。まだ昔のように戦えると思ってた。考えが甘かったようだ。おじさん死ぬの早。予想以上にやることがあるが、説明する時間がない。うん。え？大丈夫か？おじさん、なんで服の破れ方独特すぎん？卵を見つけて。うん。俺の息子を探すんだ。なんでこれ服真ん中だけ浮いてんの？服の破れ方独特すぎん？あ、行っちまったおじさん。行っちゃった。大丈夫かおじさん。おじさん、足がめっちゃ曲がっとる。大丈夫かおじさん。死ぬの早すぎない？あんな元気だったのに。ね、死ぬの早すぎない？こっから俺一人？なんであんな百王とか言ってたのに。おじさん大丈夫か？ちょ、下打ちしとくか。はいはいはい。はい、これ、撃ってやろうぜ。撃って、こうやって。おじさん下打ち、おじさん大丈夫か？いや、ご苦労様今までね、多分疲れたと思うよ。おじさんもね、長い人生生きてきて多分疲れたからね、休ませてあげよう。ちょっと苦しまないように早く殺してあげよう。はーい。ひど。いや、苦しまないように早く死なせてあげたいからね。はい、じゃあこれ進んでいいかな。進もうか。まずマップ見て、進むところは、あ、結構広いんだね。こうして、あ、これバツマークとか押せんだ。で、はいはいはい。で、これチャールズ来るんかな。チャールズ来る？チャールズ、うん、なんか音する。え、なんか音する。チャールズ来た。で、チャールズそんな頻繁に来るわけじゃないんか。なるほどね、そんな頻繁に来るわけでもないと。あー、結構リアルだね。すごいわ。この汽車のなんかボロボロ感っていうの、ボロボロ感もなんかすごい。ちょっと待って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 、ストップ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 して。ちょっと待って、降りていい？これ何、これ、これなんだ。焚き火の跡、誰かが焚き火をした跡がある。で、うん、これチャールズが焚き火したとかかな。いや、チャールズ焚き火するのかな。これ何にもない。じゃあここは特に何にもないのかな。うん。で、あ、行って、あ、登りの、あ、これ両サイドから登れるのいいね。両サイドにはしごついてるのいいね。で、はい、チャールズ来てる？大丈夫？じゃあ行こうか。はい、出発！ポッポッ！はい、で、進んで、ん？大丈夫かな？で、こっち行って、ん？なんか地面のレバーを変えるって書いてあるけど、どういうこと？地面のレバー変える。なに、この主人公ジャンプ高、マリオですか？マリオ並みの高さじゃん。これなんか信号、こうやって手動なんだこれ。手動、え？待って、こう生身の状態で、あのチャールズってやつに襲われたら、俺ひとたまりもないかんな。これで変えて、これで右方向行きの、で、これで電車乗ると、電車というか汽車ね。はい、で、これ乗って、なんかね、電車と汽車ってね、どっちもトレインっていうらしいよ。なんか、特にさ、あの、差別というか、なんか区別はないらしいよ。で、こっち行って、はい、どっちもトレインって言うんだね。じゃあ、はい、進みましょう。で、これで右に進まずだよね。うん。チャールズ、来てもいいんだぞ。いつでも来ていいぞ。あいつ、いつか、いつ現れるんだろう。いや、ちょっとワクワクすんな。で、はい、こっち行って、あれ？ああ、よかったよかった。びっくりした。左進むかと思った。この機関車、自我持ってんかと思った。はい、で、進んで進んで。大丈夫か？この機関車、名前、トーマス、大丈夫か？進んで進んで、どこ行けばいいんだ？こっち、ま、一マークがある。まだ会ってない。任意ミッションとかある。NPC。オッケーオッケー。じゃあ、この任意ミッションに行けばいいと。じゃあ、まずそこに行こうか。これ何、これ？これ何？ん？あ、ちょっちょーちょっちょーで、大丈夫かな？ん？あ、あそこに家があるね。多分ここがミッションだ。はい、で、これ停止しての。あ、誰かいる。あ、で、ちょっと、トーマス？あ、あんたブレーキ弱くない？ブレーキ弱くない？で、だいぶおじいちゃんなんだね。なんかもっと、キュッて止まるかと思ったら、意外とキーってなんか、あ、すぐ止まんないんだね。で、誰？この人。え？ユージンが、もうすぐ新人が来るって言ってたけど、あんたのことね。うん。私はバルコニーのある部屋には、機関車の修理やアップグレードに使えるスクラップがあるわ。お前どこ見てるん？ね、目線、ね、なんか目線合ってなくない？これが鍵よ。バルコニーはすぐ後ろにあるけど、念のために地図に印をつけておくね。ちなみにだけど、ここら辺あたりにいる人は、みんな協力的だから、話しかけてみたらいいよ。マスクをつけてなければね。え？マスク？え？どういうこと？どういうこと？マスクをつけてなければね。え、マスクつけて、え、やっぱ東京グールみたいな感じ。バルコニーのものは何でも持ってきていいよ。幸運を祈るわ。
うん、え、何マスク、マスクつけたやつは危ないってこと？なマスクってどういうこと？やっぱ東京グールみたいな感じでさ、なんか集団があるんかな、危ない集団みたいな。え、鍵どこ？え、鍵渡されたけど開かないよ。え、こっち裏口から？ん？え、何雷、こっち行って、これえ、これどっから入るんですか？お姉さんどっから入ればいいんですか？これここ、あ、こっからね。で、ここには金属スクラップ、これを手に入れると。で、これ手に入れて強化に使うとね。はい、これ拾ってって。で、お、なんか解除した。で、これなんだ？我々はこう、辛抱強く待機してるが、こう数日は控えめに言っても混乱状態だった。チャールズはより頻繁に攻撃してきていて、助けが来るまで何人生き残れるかが不安になるほどだ。旅の安全を祈るよ、友人。君が唯一の頼りだ。うわぁ、やっぱやばいんだな、チャールズって。チャールズ行かれてんな。で、これがマップか。これ島のマップってこと？島意外と広いんだね。こっち行きの。意外と広い島だね。沖縄ぐらいあんのかな、沖縄ぐらい。ね、意外と広そうだよな。で、取ったよ。で、これどうすればいいの、お姉さん。これ何に使えばいいの？ん？もう喋られないんだ。もう喋られないんだね。で、これで、これを強化するってことかな？まず、汽車の、修理に、勝利スクラップが、1必要と、スクラップが1必要。で、今、9スクラップ持ってるから、レベル2には3スクラップか。じゃ、これちょっと、すべての武器のダメージを増加する。これいいな。これやってみるか。これ使って、で、修理も1、あ、修理いいかな。まだ HP76 万のあるもんな。で、前進と更新の最大スピードを上げる。これいいね。これも使って、で、記者が受けるすべてのダメージを軽減する。あ、これ強い！これめっちゃ強い。これも使おう。で、これで強化完了と。OKOKOK。で、次行くところは、マップ見てって、まだ NPC いんね。まだあってない NPC。で、これが必須ミッションと。OK。じゃあ、とりあえず進むか。よし、行こう！レッツゴー！これ、こうか。はい、チューチューはい、進んで。チューチューはい、進んで。チューチュートレイン。チューチュートレイン行きます！チューチュー！はい。なんか暇だな。暇だなとか言って。あ、大丈夫か、トーマス。でもトーマス、強化されたんか、本当に。なんかそんな強化された感じしないけど。なんか音しない？あ、大丈夫か。あ、怖っ。結構怖いな。急に来るんだよな、あいつ。汽車乗ってる時に来るんだよね。え、汽車乗ってない時に来る時、来るってことあんの？一回これ、民家があるから止まって。はい。キーッとな。よっ。はい、オッケー。で、これはなんだ？これまた修理スクラップね。で、これは、ここは開かないと。ここ、うわっしゃー！おい、びっくりした。なんだこいつ。めっちゃ隅っこにいる。びっくりした。めっちゃびっくりしたんだけど。モンスターハンターのお出ましね。これは普通の概念なんかじゃない。私たちはチャールズと過去に戦ったことがあるけど、十分にダメージ与えると荒野に逃げることは分かってる。わ、意外と卑怯なんだな。だけどチャールズに決闘に応じさせる方法があるかもしれないの。うん、島に3つの卵は散在していて、それぞれ島の3つの主要採掘口で鍵をかけて保管されている。あれ、喉の調子が悪くなってきた。なんか最近痰絡まりやすいんだよね。なんかすぐ痰絡んじゃうんだけど。私たちの仮説は、あの卵を島の中心にある祭壇に設置すれば、チャールズが挑発されて決闘に応じるってことよ。面白いな。目喋り方すごい。デベッつって。喋り方がすごいですね。あいにく採掘会社のオーナーウェレン・チャールズ3世は卵を守るための武装した護衛を各採掘口に配置した。線路をちょっと行ったところの採掘口に卵があるわ。なんで卵なん？採掘口の鍵よ。地図に入り口の位置も用意しておいたから。あ何言ってたこいつ。こいつおい、ぶん殴ったのか。おい、びっくりしたからぶん殴ってるわ。で、ここが採掘所ね。ギャングは大事な卵を南採掘口に隠している。じゃあここにまず行けばいいってことね。じゃあ行きましょうか。チューチュー。あ、行きましょう。なんかチューチューって言うとさ、クレヨンしんちゃんが興奮した時思い出すよね。ナナコお姉さんチューチューみたいな。懐かしくない？クレヨンしんちゃんってよく、なんか機関車になってたよね、興奮すると。シュポポポ、シュポポポとか言って。で、チャールズ来ないかな？チャールズ、出てきてもいいんだけどな。チャールズ出てこねえな。これ死ぬとかあんのかな？多分あるよね。死ぬとかも多分あるから、気をつけ、なんか嫌な音しない？
気のせい？気のせい？ちょっちょー、威嚇するか威嚇、チャールズの威嚇、ちょっちょーチャールズの威嚇して近寄らせる。あ、待って待って待って、過ぎてる。ここだよね、確か過ぎてる。はい、ちょっと待って、バックするか、ちょっと念のためバックしようか。どこだ？採掘所の入り口はどこ？ん？あ、ここね。ちょっと待って待って、ストップ。はい、ストップしてもろて、あ、ちょっと行き過ぎちゃったな。この機関車なんか役立たずだな。なんかうまくできないな。で、こっち行って、あ、待って、トロッコがあるね。で、こっち行って、なんかいんのかな。マスクつけたやつが危険って言ってたけど、なんかいるのかな。で、ここ開けて、はーい、で、お、なんだここ。あ、すげえ。あ、トロッコがある。え、すごい、なんか、雰囲気出てる。え、あ、な、え、怖っ、え、怖っ、何？なんか手紙置いてある。一番奥のトンネルを掘っていると、壁が崩れて大きな洞窟に抜けた。そこで何か変なものに発見されたが、何なのかはさっぱりわからない。ウォーレン氏が大至急、南採掘口に来られて、さらなる指示を下げられることを願う。友人チーム監督。はーん。誰？誰ですか？友人チーム監督って誰ですか？で、こっち。あ？なんだこっち？え？何これ？前鏡？何？何これ？早っ！え？何これ？え、どういうこと？さっきの説明もう一回出してくんない？え、これなんだこれ？これ鍵が必要ってことね。で、これなんか敵とかいんのかな？ね。敵とかいるんかな？あ？広ない？え、めっちゃ広ない？こんな広いの？こっち、ん？なんかあるか？あ、こっち何もないね。あ？あ？な、ん？なんかある？え？何？何これ？なんかボスのアジトみたいなとこ来た。なんか、あ、アジトみたいなとこ来た。え？なんだここ？は？な、何？え？な、松明、明かり強くない？松明ってこんな明かり強いもん？え？あ、こっち行って。なんかあるな。なんだ？なんか。はい。え？うわぁ！何？うわぁ！いたー！いてー！なんだこいつ！うわぁ！ねえ、ショットガン食らってんのに死なない？主人公強ない？ちょ、待って、何こいつ？あ、しつこっ！しつこっ！何こいつ、しつこい！めっちゃしつこい！ちょっと待って、助けて！トーマス！トーマス助けて！トーマス！やばい！え？しつこっ！何こいつ！めっちゃしつこいやん！ちょ、待って、仲間読むな、仲間読まないで。ちょ、待って、あの機関車トーマスの銃で撃ち殺そう。ちょ、待って、やばい、撃ち殺せ。こっち行って、カモンヌ、カモンヌ、どこ行った？ん？あれ？あいつ来ねえやん。なんだあいつ。来たらこいつでぶっぱ、あ、来たっぽい。来たよね。あ、今一瞬見えたよね。あれ来てない？なんだあいつ、来ねえんかよ。え？本当に来ない？何あいつ気持ち悪い。え？なあ、あんな変な奴がいる中でさ、探したりしなきゃなの？めんどくさ。何それ、めっちゃめんどくさいんだけど。あとさっきの説明出してくんない？どうやって、あれな、しゃがむとかあるん？これ行って、あ？なんか怖いっす。え？なんかいない？いるよね、やっぱり。あ、あいついる！あいつ撃ち殺そう！ちょ、待って。挑発してこれで。はい、カモン。おい、ここにいるぞ。ここにいるぞ。あれ、どこ行った？どこ行った？まあ、あいつ中途半端な場所にいんだよな。あそこか、行け！おい！あれ？あいついるか？あいつまだいる？いるんかな？いるやんけ、しつこいな、こいつ。え、カモン、お兄さん？お兄さんかお姉さんわかんないけど、お兄さん？あ、こいつ目悪？あ？え？何して？何これ、バグってんのかな、プルプルしながら。俺のこと、全く見えてない。あ、見えてるわ、多分。見えて、顔は追ってくるけど、全然銃追ってこない。味方になったか、お前、キスするか、仲直りのキスしような。うわ、顔面、めっちゃ怖。挑発だね。口笛吹いてる。大丈夫か、お前、そこにいろよ。うわー、ひどい、何それひどい。なあ、なあ、今まで仲直りのキスしたやんけ。何こいつ、おい、今、あれ、撃ってやるかんの、お前のこと。あれ、どこに行った？あ、俺、てめえ、ぶっ殺したるわ。こら、はははは、下打ちしてるわ。はははは。オッケー。よし、死んだな、こいつ。多分死んだな。で、もういないよな、多分。もういないよな。で、こっち行って。なんだこいつ、ほんとに。仲直りのキスしたんじゃねえのか。大の字になってよ。まったくふざけてやろうだな。で、こっち行って。待って、何？いや、え？な、ん？え？ん？な、え？ん？ん？え？
何の音？何の音？なんか、なんかいる？なんか奥にいるよね。なんか奥に今いたよね。あれがチャーリーがいたってことか。あれがチャーリーの通り過ぎたってことか。なるほどな。まあ、とりあえずこのアジトで卵取って、あいつ死んだから多分、味方多分いねえだろ、あいつ。墓地だから。墓地だから多分味方いねえから行っちゃおうか。これ、体力とかあんのかな、主人公の。じゃ、とりあえず行って、こっちな。卵取りの、あいつ増えてるとかあるか？リスポーンするとかあるか？こっち行って、あいついるかな？リスポーンしてる可能性あんな。あいつ死んだら無限に蘇るみたいなありそうだな。こっち行って大丈夫か？いる？いるか？待って、大丈夫か？いる？いる？いな、あ？いないっぽいけど。いないっぽい。あ？いないっぽいグルメっぽい。いないっぽいグルメっぽい。取って、いないっぽいグルメっぽい。あ、卵あった。これ取ればいいんだ。取って、オッケー。これで、アジト、出ると。オッケー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 。で、これで卵回収。あいつ一人しかいなかった。本当のぼっちやんけ、あいつ。かわいそう。あいつ本当のぼっちや、かわいそう。俺と一緒や、俺と。俺と一緒で本当のぼっちやったんだな。こっち行って。あんな雑魚に卵任せて大丈夫だったんかな。こっち行って。こっちだよね、確か。俺、な、マップ管理能力全くないからわかんないけどね。こっち行って。大丈夫だよね、こっちだよね。あ、疲れた？大丈夫？こっち行って、チャールズいるかな？チャールズいる？はい、オッケー。で、まず卵一つ回収の、取っての、これ、ま、そこら辺に落ちてんだね、これ。そこら辺に落ちてるから拾ってった方がいいと。はい、で、まだ大丈夫。ちょ、画面用意するかもだけどごめんね。画面用意するかもだけどごめんね。その時はゲロ袋用意して。あいついるか？まだ死んでるか？あいついなくなってる。多分仲間に回収されたんだ。やば。なんて組織だ。じゃあ行こうか。出発ゴーゴー！はい、チューチュー。はい、で、まず走ってて、俺の相棒、トーマスだよ。はい、で、いるかな、チャールズ。チャールズさっきいたんだよな、ここら辺に。ここら辺になんか徘徊してたんだよな。で、チューチュー。はい、まあ大丈夫だよね、今のところ大丈夫。うん、で、大丈夫か。な、満月が綺麗ね。満月の夜ね、悟空が大猿化すんね。うん、で、こっち、何の音？なのと今の、フシューって音なに？主人公の息？あ、違うわ、機関車のフシューフシューって音だ。びっくりした。こっち行って大丈夫だよな。今マップどこ？今ここで、行きたいところは、じゃあ、ま、とりあえず、どこ行きたいかな？ま、とりあえず14人物。ま、とりあえずここら辺行くか。ここら辺行って、はい、オッケー。で、分かれ道がどこだ？分かれ道が、ここにあるから、はい、オッケーオッケーオッケー。チュッチュー！チュッチュー！チュッチュー！ん？なんか音した？音に敏感ね。私、音に敏感ね。で、こっち行って大丈夫だよね。あ？うん。前見づらいね。このトーマスのこの頭が邪魔でよく見えない。はーい。大丈夫か？そろそろ交差点というか交わるところが来るから、ここで、一旦、ちょっと、どっち行きたいんだっけ？こっち行きたいから、オッケー。じゃ、レバーこれ押しての、びっくりした。レバーが下がる音が、もうチャールズが来るかと思ったじゃん。チャールズが来る音かと思ったじゃん。で、はい、待っててね。はい、トーマス行くぞ。はい、で、ちょっと、なんか気持ち悪くなってきたな。画面用意したかも。なんか画面用意したかもしんな、ね、い。行こうか。チュッチュー！で、こっち進んで、分かれ道がこっち進んだから、あと行きたいところは、ここも分かれ道があると。はい。で、まあ、ここカットかな。多分カットするわ。お、なんか小屋みたいなのあるね。小屋ってか、まあ、小屋じゃないか。もうバリバリあれだもん、吹き抜けだもんね。ここら辺になんか部員とかあるか？なんかあるね。これ何？これ、なんか危険。あ、なんかある。何これ？あ、これ読んだ方がいいのかな？いや、読まなくても大丈夫そうだよね、多分。はい、で、進んで、まあ、気になる方は止めてみてね。で、これ広いの。で、まだあるかな？ここら辺に。まだここら辺にあるか。これ主人公足早すぎんだよな、ちょっと。主人公足早すぎて酔っちゃうんだよな。こっちには何にもないかな。あるね。オッケーオッケー。これ拾っての。待って。何？何の音？チャールズ来てるか？いや、違うな、多分。何この束になるさ、不審の。ほんと来てる？来てる？待って、来てる？なんか音？え？なんか来てるよね？え？大丈夫かな？まあ、とりあえず進むか。チュッチュー！チュッチュー！あー！チャールズ！おー！来た！待って、来た！来たこやつ！
チャールズ急に来たじゃねえかよ。チャールズ、おい会いたかったぜおめえ。チャールズ会いたかったぜ。顔面に打つぜ。おい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 、こだこだこだ、こいつ気持ち悪い。なんだこいつ、なんかカグネみたいな使わないで。おら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 、顔面に打ったら、こうポケポケポケ。ちょ待って待って、チャールズ HP 高か。なにこいつバケモンや。ちょ待って待って待って、これどうやって打つの。待って待って、あすいませんすいません、ちょ待って、すいません、ちょすいません、やめてくださいやめてください。チャールズ、あ逃げてった。なにあいつめっちゃ真四角やん。あいつめっちゃ真四角なんね。あ大丈夫か、なんか赤くなってるぞ。修理してやるか。修理、あぶね、体力危な。ちょ体力修理して、はい。なんだっけ、なんだっけ、もう忘れちゃった。ど忘れ。お、なんかでかいとこ来たね。なんだここ、なんかカーボーイがいそう。カーボーイがで、ここはなんだなんだ、このイケてるジジイは。君がチャールズを倒すのに使える新しい武器を作ってくれるポールにお願いされてね、爆薬を扱う長年の経験を生かして、このロケットランチャーを作ったんだ。すんげえ、ロケットローンチャーか。ロケットランチャーじゃなくてロケットローンチャーね。ウォーレン帝国の崩壊を長いこと待ち望んでいた俺にとって、こいつを作るのはもってこいのチャンスだった。うん、めっちゃ肩動かすね、喋ってる時に。ようやく君が来てくれたからね、安全装置を外しといてやろう。すぐに終わるさ。うん、なんか顔がふくよかというか、ふくよかでいいですね。これに取り掛かってる間、線路はちょっと行ったところにあるバンガーの中からロケット弾薬箱を持ってきてくれ。あ、何言ってんだこいつ。なんか来たよね、ミッション。まずここに行って、近くのバンガーにあり、ロケットの箱を回収しようと。まあ、ここで回収すればいいと。ここになんか部品落ちてません？部品。ちょ、あさっていいっすか？あさって。ありますね、ありますね。やっぱあるんですよね。で、これはまたメモだね。まあ、これ見たい方は止めてみてください。はい。なんかこっちにも家ある。なんかゼルダの伝説に出てきそうな家がある。じゃ、こっち行って、これなんか使えないのか？これ開かないと。ここは開かないと。で、部品落ちてるね。部品落ちてて、で、こっちは？天井は？誰かいる。すっぽんぽん。ジョーラじゃん。この人。すんげえ、ジョーラ。筋肉ムキムキですね。ユージが俺についてあらゆる話してるだろうから、自己紹介は不要だな。ちなみに俺はグレックで。グレックって言うんだ。もう知ってると思うが、採掘のボス、ウォーレンは3個の怪物の卵を隠し持っている。喋り方、癖強くない？なぜ奴が卵を守りたいかは不明だ。だが卵が変われば、チャールズのような化け物が生まれることは間違いなし。なんか、この人さ、どこ見てんの？なんか首、なんか右動かしたら、左動かしたら、なんだこいつ。これを防ぐために、君さんのことも盗んでほしいんだ。そうすれば、チャールズもおびき出して倒すことができる。卵の1個は北の採掘口にある。これが入り口の鍵だ。あ、くれた。鍵くれた。ありがとうね。くれたけど、これ、これ、また行けってこと？とりあえず、あ、遠くね！めっちゃ遠いや、おっさん。おっさん、バチクソ遠いやん。チューチャールズ。すみません。めちゃくちゃ画面用意して、とても、続けられそうになかったので、ちょっと、1時間ぐらい休んできて、やっと治りました。酔い止め薬も飲んできて、戻ってきたんだけど、多分ね、あのままずっと実況続けてたら、100% ゲロ吐いてたと思う。うん。100% ゲロ吐いてたと思うから、ちょっと続きからやってくれ。あ、もう疲れたからね、ほんとに。もうマジゲロ吐くかと思った。めっちゃ画面用意したかんね。で、続きやってって、確かね、なんだっけ、爆弾っていうか、弾薬取ってきてってとこで一回終わったと思うんだけど、そのね、なんか弾薬を、なんか、すいません、会話につまずいちゃって、猫ミームのヤギになってしまいました。ここにね、爆弾があったのよ、もともと。まあ、拾っちゃったんだけど、ここにね、爆弾があってね、多分だけどね、これドアが開かないのよ。だドアが開かないから、これ爆弾仕掛けんじゃねえかなって思ったんだよね。そうでしょ、多分。ほらね、離れた方がいいよ、死ぬよ、絶対死ぬからね、50メートルぐらい離れた方がいいよ。あ、痛い、くらった。痛い、爆弾すんの、爆発すんの早い。で、これなんだ、これまたいける。こう下、またなんかいるんかな、あれなんか化け物みたいないるんかな。で、こっちは赤、また開かないの、また開かねえか、これ。じゃあまたなんかするんだな。これトロッコのレールが敷いてあるってことは、トロッコを何かするんだろうな、きっと。トロッコこれ、出せない？出せないな。これは、あ、なんかできる。あ、できた！よし！いけ！あ、怖い！爆発しそう！怖い！あ、怖い！死にそう！あ、いたー！
こんな離れてんのに食らうってどんだけ、もう、ね、主人公弱くない？これロケットランチャーの弾やすごもうザ・ロケットランチャーの弾これ拾ってでまたなんかあるねこれバージョン1失敗 R バージョン2失敗 R 飛行時間13秒何の飛行時間おならで飛べる時間みたいなおなら頑張って溜めて飛んだ時間が13秒ってことバージョン4成功何が成功したんだろうまあ、とりあえずこれ行ってはーい。で、確かおじさんのとこに届けるんだよな。はい、で、行って。いや、ほんとに、ね。あんな酔うと思わなかった。だからね、ちょっと設定とかも変えてきてね。画面のね、揺れとかもね、抑えて。で、あと、マウス感度も下げたんだよね。まあ、自分なりに、酔い対策してきたんだけど。いや、酔っちゃうよね。難しいよね、やっぱ。画面酔いってすぐしちゃうんだよね、僕。画面酔いすぐしちゃうからさ。もうね、画面酔い対策というか、でもそういうの考えないとだね。まあ、最初から設定いじってればね、酔わなかったと思うんだけど、いや、バカだからさ、もう画面の揺れマックスでやってたからね。あいだこっち行っておじさんいて、おじさん、持ってきたよ、ロケットランチャー弾。はい、どうぞ。ロチャーは、いつでも使用可能な状態だ。あとは君に任せて。え？あと、大事に使うよ、オッケー。このおじさんどこ見てんの？目合ってないけど、目の終点おかしくない？使い終わったらそれを持って挨拶しに行った奴らが何人かいるんだ。な、誰？誰？挨拶誰？あのマスクかぶった奴ら？あいつらにこの銃をお見舞いするってこと？で、これは？これなんか変わったの？ん？変わってなくない？ロケットランチャーどうやってあれやるの？ちょっと待って。ロケットランチャー、おじさんロケットランチャーどこにある？あ、これ？あ、これっぽいね。これか。これで、おぉ！あ、装填が遅えな、ちょっと。装填が遅えな。おぉ。では、おじさん、ありがとうね。いいロケットランチャーもらっちゃった。グッバイ！やった。おじさん殺すことに成功。じゃあ、とりあえず、あと行くところは、ここ行ったから、次行ってほしいって言ってたのが、確か、この先のここだよね、ここ。ここに、あれがあるから、ここに行けと。遠いなぁ。めちゃくちゃ遠いんだけど。じゃあ行きますか。チューチュー。はい、で行って進んで。あいつ出てくるかな？なんだっけチューチュー。なんだっけあいつの名前忘れちゃった。もう。酔って忘れちゃったよ、あいつの名前。なんだっけ？はいはい、進んで。前がよく見えん。で、なんだっけあのチューチュー。なんだっけチューチュー。チューチュートレインしか頭に出てこない。チューチュー、なんだっけあいつ名前忘れちゃった。忘れちゃいけない。あの人の名前忘れちゃった。君の名は？君の名はになっちゃったね。わかんなくなっちゃった。はい。鉄砲、ポッポー。あいつの名前忘れちゃったよ。で、はい、これ、いつでも来ていいように、バキューン！これ、破壊力半端ないからね。で、これ使って、ロケットランチャー弾無限にあるじゃん。これで進んでって、ここは変わんなくていいと。で、ここで切り替えしなきゃいけないと。オッケー。進んでて、この機種はもうちょっとスピード出ねえかな。ちょ、やるか。ちょっと改造するか。11スクラップ持ってるから、あ、そうだな、ダメージ軽減つけたいな。ダメージ軽減つけての、これもつけての、オッケー。よし、これでオッケー。これで機種の改造が完了。で、はいはい。早くなってんのかなこれ。ねえ。これさ、これ走ってる途中に落ちたら死ぬとかある？これ走ってる途中に落ちたらさ、置いてかれるんじゃね？ああ、で、大丈夫かな？あ、さっきより全然酔わない。画面の揺れが少ないから、全然酔わない気がする。あい、ストップストップ記者ストップトーマス、ストップして！あ？なんか落としない？え？なんか落としたよね？ポーって！え？あいついるか？待って、生身の状態、マジ無理。生身の状態で来んのはえ？来てる生身の状態マジ？え？マジ無理。俺マッシュルじゃないから、マッシュじゃないからさ、生身で戦うこと無理だよ。マッシュなら生身で戦うこともできるだろうけど、俺マッシュじゃないから無理だからね。マッシュなら多分ワンパで倒すでしょ、あれ。あの機関車、多分ワンパで倒すでしょ、マッシュなら。ねえ、もうグーパで倒すでしょ。だー、大丈夫かな？あ、なんか来てない？大丈夫？で、行くところは、この先進んで、あ、もう一直線かな？こっから一直線だ。オッケー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 。だいたい、チューチューはい、チューチューで、カットします。なんかよく見たら、わら人形みたいなの置いてんな、お前。なんだこれ、お守りか？お守りでわら人形置いてんのか？これ前の持ち主がわら人形置いたとしたらさ、だいぶ俺やばくね？なんか呪われそうじゃね？はい。で、大丈夫かな？来てないよね。あいつどこから来るかわかんねえんだよな。さっき前から来たんだよな。なんで前から来るん？
ね、ぶつかるように来たかんね。あいつやべえな、暴走機関車だな。やっぱあいつ化け物だな。で、はいはいはい。まだまだ遠いね。まだまだ。あ、でも結構近いかな。結構真ん中にあるタイプだ。ここで取ってって、あと一つだよね。これ取って、あと一つ卵取れば、OK。で、まあ、機関車のね、強化もしたいよね。せっかくなら。で、最後戦うだろうから、機関車の強化もして、ね、やりたいよね。じゃあ、ここら辺で止まっていいかな。はい。OK。ここでさ、あいつ来たらやばくね。ここであいつ来たらやばいけどな。ここら辺で止まりの。で、オッケー。ここが行こう。で、こっから行って、あ、なんだこれ？なんか跡地みたいなのある。跡地みたいな。何の跡地だろうこれ。あ？何の跡地？え？何これ？何これ？アジトみたいな。はい。部品取っての。え？え？誰？あれ、マスクつけたやつじゃん、多分。マスクつけたやつだ。やばいな、これ。結構やばいな。これ、あれだな。よく見ていかないと、殺されるタイプだね。オッケー。じゃ、とりあえず、あいつはあっち行ったから、オッケー。あ、行ったいな、行ったね。で、これ、開けて、なんでこいつの鍵、あのおっさん持ってるん？ここのアジトの鍵なんで持ってるん、おっさん。なあ、おっさん何者？で、こっち。うわ、なんかすごく綺麗。え、何ここ、すごく綺麗。観光スポットにしない？観光スポットにしたら絶対売れるって。で、こっち行って、いるか？いや、こっち、何なんだろう。こっち何があるんだろう？こっち行き止まり？あ、行き止まり部品があるだけか。じゃ、ってことは、やっぱりこの中に、あいつがいて、まあ、一人か二人いて、あいつらをやんないといけないと。で、大丈夫か？これ行って、うわ、せんま。え、せんま。は？いるか？いや、いないな。あ、待って、足音すんな。足音ってか、いるいるいる、オッケー、わかったわかった。いるね。いるから、これ見てって、入った。よし、オッケー。で、これで、こっち、あー、ちょっと違うね。卵の近くに誰も近づかないようにしろ。侵入者は発見次第すぐに撃て。少しでもリスクを促、なんて読むんだこれ。してはいけない。あれが浮かしたら殺して体を持ってこい。どういうこと？気持ち悪？で、はい、地図があって。これ来るか？あいつ来るか？あいつこっち来るか？来る、あ、来るっぽいな。足音がすんな。いや、あいつ今一番奥に行ったから多分ここら辺にいいんだよな。あいつ通り過ぎてくんないかな。いや、来ねえな。やばい、これ、どのタイミングで出ればいいの俺。どのタイミングで出ればいい？いつ出ればいいかわかんないんだけど。は？いやー、これ行くか？うわあ！やばい！待って、いた、卵、無限に、どこ、卵、何それ、うえってー！ちょ、待って、ちょ、待って、これどっち、あ、やべ、これ行き止まりだね、やばいな、あー！何それ？汽車でリスポン？どういうこと？え？何それ？え？無理じゃね？何今の？これは、え？ちょ、え？え、これどっから？あー、え？どっから？あー、こっからね。こっからのスタートってことで、卵取るにはなんかあれだね。鍵が必要っぽいよね。鍵が必要だから、3発撃たれたら終わりと。いや、難しいな、これ。で、あいつどこにいる？あいつあそこにいる。あいつら意外と目いいんだよな。で、通り過ぎてって。いや、大丈夫か？あいつ行くか？あいつ、どっち行く？口笛があいつらのあれなんだよな。弱点なんだよな。口笛増えてるからわかるんだよな。のんきに仕事してんな。しっかり働け！おい。働け、大事な卵なんだろ？働けよ、しっかり。で、これも、え？待って。あ、大丈夫。なんで止まったあいつ。なんで一回止まったん？怖っ。あいつ。なんで一回止まったんだよ。で、行って、こっち行って、はい、観光スポット行って、名所。これ、まあ、ワンチャンというか、あれだな、一人連れてきて、トレインのやつでやる？なんか、あいつ連れてく作戦行く？あいつ連れてく作戦行くか。ちょ、一回連れてく？こっちは誰もいない。こっち、あー！待って。これ、ついてくるから、これ、あいつ、ついてくるよね。やばい。めっちゃ速い、あいつ、足。足めっちゃ速い。で、せめ、あいつもついてきてほしい。こいつも、あいつも、あいついねえか？あいつ、ナイスタイミング！よく来てくれた！行ってぞ！で、これ持ってって、こいつらを引き寄せて、トレインでボコボコにする。オッケー。トレイン、あー、トーマス！会いたかったよ、トーマス！で、これ乗って、はい、足音すんだ。やばい。で、これで、はい、あー、やばい。どこ？あ、いた。おーい！ちょっと待って、これ。ちょっと待って。ちょっと待って。やばい。ほっ！で、これ、おら！
弱はこいつら弱は舌打ちしとくわ。あれおあれあなななんでもないっす、ごめんなさい。なんか俺ね、口悪くなるとなんか次の言葉が出てこないっていう善良な人間なんですよ。なんかね、喧嘩すると次の言葉が出てこないっていうすごく善良な人間なんですよね。はい何の話してんだ、善良な人間なんですよね僕。すぐね、悪口は出てこないんですよ、うん、でこっち行って、多分中にいるのはあと一人だから、あと一人にから避ければ OK と。なんかこれ楽だね、多分これ連れてきてあれだね、撃っちゃえばめっちゃ楽だわ。でこれ行っての体力はしばらくすれば回復するマインクラフト方式だね。 OKOKOK で、もう一人いるから、これ行って、こっちいないよね、こっちいないか大丈夫。で、こっちは？こっちに鍵とかある？鍵はないっぽいな。これは？これ何？これ開かねえの？何これ？これ何のためにあるの？で、これ使えや！これ頭殴れば殺せるだろう。はい、で、こっち行って。ま、こっちは何にもないっぽいよね。じゃあ、こっち行って。え？いや、え？ちょっと待って、怖いな。あー、ここね。え？鍵なくね？鍵なんてどこにあるん？いや、わかんねえな。鍵どこにあるんだろう。いや、ここじゃないでしょ？え？いや、え？いや、あいつ連れてきて、殺してじっくり探索する？それもありだな。それもありなんだよな。そうするか。あいつどこにいるんだ？ん？あいつどこにいる？ん？あっちか。あっちにいるってことは、鍵がねえかな、鍵。鍵があればいいんだけど、鍵ないな。じゃ、ちょっと一回ついてきてもらう？ここは、これで開けばいいんか。オッケー。開いて、オッケー。で、これ、鳥居の、え？何こっち？裏口ルートみたいなのがある？あ、待って。あ、これ罠だ、罠。きっと罠。これ多分罠。これ戻ろう。戻れないかい！何それ？え？待って。いや、え？いや、厳しいって、ジョージ！厳しいだろ、ジョージ！今の状況厳しいって！ジョージならどうする？え？いや、厳しいってジョージ。ジョージさすがにそれは厳しいって。そのポジションきついって。何今の何今の時間本当に何あいつ見えてなかったよね、多分。何あいつ気持ち悪い。何あいつすれ違い通信したんだけど。あいつとすれ違い通信したんだけど、何あいつ気持ち悪い。じゃあ、とりあえず卵ゲッチだから、ゲットしちゃうね。ゲットしちゃうね、確か。ゲッチしたから、オッケーオッケー。これで安全に帰ると。いや、やっぱ、機関車で殺しちゃえば楽だね。あ、人って、こんなに簡単に壊せるんだ。楽だな。やばいやつになってる。なんかさ、あの暴走機関車よりさ、あの無限に追いかけてくる銃持ったやつの方が敵に見えるんだけど。ねえ、こっち行って、なんか足音すんな。え？なんかいるよな。やっぱなんかいるんだよな。まあ、とりあえずこれ OK で、まあ、やることは、まあ、とりあえず OK だよね。で、これやること、あとは、今、まだ会ってない必須ミッションで、武器ミッションとかもあると。あ、結構あるんだな。でも、あ、でも、こっちとか行ってないな、まだ NPC 武器ミッションとか。いや、まあ、とりあえず武器ミッション行くか。武器ミッション行けば、なんか強いの手に入るっしょ。で、これ強化しといて、8スクラップだから、これつけといて、これでスピード上げて、はい、オッケー。スピード上がった。あ、確かに速いかもしんない、ちょっと。ちょっと速いかもしんない。あいつ追いつけないかもしんないじゃん、あの機関車。化け物機関車追いつけないかもしんない、このスピードで。もうこれ最終的にさ、このね、機関車、あれじゃない、新幹線並みのスピードなんじゃない？ね、150キロとか出そうだけど。はい、はい、で行って、大丈夫かな？とりあえず大丈夫そう。で、進んで、チュッチュー！チュッチュー！ん？なんか、ん？いや、来てる？いや、なんか音するんだよな。いや、来てるわけではなさそう。あ？ん？いや、こっちから音すんな。来てんのか？いや、来てない。前から来たらやばいな。まあ、とりあえずここ OK で、ここ止まりの、OK。止まって！あ、よいしょ、降ります！で、ここが武器ミッションかな？すげえ、なんか、いや、なんかついてる。なんか雷槍みたいなついてる。進撃の巨人の雷槍みたいなついてる。で、こっちは？あ、いた、人。垂れ父、おい、垂れてんな、父、ババ。伝説あなたのお出ましだな。私の亡き夫はチャイルと戦うために、この銃作ったんだけど、ウォーレンの手下が盗んで、自分らの基地に持って行ってしまったの。
ボブは勇敢な男だった。あんたよりもね、うるせえわ。他の銃の残存パーツと他のパーツを奪い返せば、チャールズに対して使える武器を組み立てることができる。一つお願い事があんだ。またかい。使うことになったら私の亡き夫にちなんで、ボブと名付けて、え？な、俺今、トーマスって名前つけてんですけど。え？待っている。え、あいついるんだけど。やばい、え、来るこっち。待って、おばさん助けて！これ隠れるから、何その首の動き気持ち悪い。やっぱいる。あーいる。え、いた。え何それ、おばさん言ってくんない？あいついる。いや、あいつ徘徊してんだな。え、とりあえず、やることはなんだっけ？まず、やることは遠いな。めちゃくちゃ遠いやんけ。え、ここ？ここに行って、ギャングが新しい武器の部品を盗んだ。部品を取り返し、銃を完成しよう。いや、難しいな。まあ、とりあえず行くか。とりあえず行って、はい、あいついいんだよな。あいついるから、鉢合わせしそう！鉢合わせしそう！私たち、鉢合わせしちゃう！はい、で行って、大丈夫。あ、ここの家も見たかったな。まあ、いっか、とりあえず。で行って、あいつと鉢合わせしそうだな。怖いな。あいつさ、戦って、こっち、こ戦い挑んでくるくせにさ、やばそうになったら逃げるっていう、めっちゃ卑怯者だよね。炭治郎も卑怯者って言う、多分。卑怯者って炭治郎も絶対言うよ。卑怯者って煉獄さんは最後まで戦い抜いたんだ、卑怯者って絶対言うよね。はい、で、とりあえず、進んでって、ここで分かれ道があるから、これ多分分かれ道大丈夫だよね。あ、で、え、音する？いや、な、え？いや、いろ、なんでいつもさ、これさ、行きたい方向と逆なの？こっち行きの、大丈夫だよね？あいついないよね？あいついないから、これ使いいの？はいはい、これ使いいの？あ、レバー下げっぽっち！で、こっち行って、え？待って！やっ！来たー！俺は行け！行け！バカ野郎！バカ野郎！死ね！死ね！なんで後ろから来てんだよ！おい、おい、これ！あっち行け！うわ、キモー！キモー！あっち行け！あ、逃げてった。あ、いや、弱者！弱者！卑怯者！あっち行け、もう！やばい！あ、体力回復しないと。回復して、回復して、オッケー。で、これ回復して、オッケーで、進んで、オッケー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 。で、とりあえず、アジトに行きたいから、こっち、ここでまた切り替えると。オッケー。いや、あいつ来るんだよな、ちょっとところどころ。しかも、後ろから来たよ。あいつわざわざ、あっちにいたはずなのに、回り込んできて、俺んとこ来たかんね。もう、確信犯じゃん。俺のこと狙っとるやん。で、こっちで。こっちはどっちだ？はい、こっちで合ってるね。合ってる？合ってるね。はい、で、こっち行って、はい、で、あ、ここね。オッケー。待って、え、ま、あ、ここから無双できる。行け！行け！おれ！あ、弱。弱。飛行機に、あ、飛行機じゃない。あ、なになになに。ほら。うん。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。あ、弱。待って、どこにも、うわあ！めっちゃいる！これ、撃って、え？もう大丈夫？これ、これ、機関車大丈夫かな？めっちゃ食らった気がするけど。え、大丈夫？あ、めっちゃ食らってる。やばいな。ゼロスクラップだ。これ集めなきゃいけないんだよな、しっかり。で、これ敵のアジト。大丈夫かな？もういない？もういない？いや、まだいそうだな。まだいるよな、きっと。でも全員集まってきたっぽいよな。はい、ありがてえ。これありがてえ。で、これ取って、はい、ありがてえ。いや、まだいるよな。びっくりした。うちの飼い犬の声だった。うちの愛犬の声だった。ワンワンワンってびっくりした。はい、で、こっち開いて。うん、めっちゃ吠えてんね。はい、これで。はい。いやね、あの、犬の話になるけどね、マジでね、心病んでる方、心が病んでる方は犬飼った方がいい。僕もね、鬱になってね、心病んだ時にね、あの、飼ったんだけど、あの犬、あの犬愛犬を飼ったんだけどね、もう本当に、うつ病が、もうすぐ治ったかんね、本当に。もう心豊かな青年に戻ったかんね。で、こっち行って、もう絶対動物は飼った方がいい。行った？これ焚き火で回復とかできないの？フォートナイトじゃないか。フォートナイトじゃないか、無理か。どうしたんだろう？犬ずっと吠えてる。なんか誰か来たんかな。で、こっち行って、これまたパーツがあって、すんごい吠えてる。マイク聞こえるかな？マイクで聞こえる犬の声、ワンワンワンって言ってんだけど、聞こえるかな。で、これめっちゃある部品、ありがてえ。で、これ何？あ、これが部品？な、地味？え、あ、これで装填完了と。で、まあ、すんごい愛犬が吠えてんだけど、愛犬めっちゃ吠えてる。どうしたんだろう。なんか反応してんのかな。チャーリーに反応してんのかな。なんだっけ、これで装備を、付け替えて、オッケー。これなんだ？
あんま好きなタイプじゃねえな。なるほどね。こういうタイプね。な、めっちゃ愛犬吠えてんだけど。さっきからずっと愛犬愛犬うるせえな。はい、で、これ行って。まあ、大丈夫だよね、きっと。まあ、多分大丈夫。よし、じゃあ、今日ここら辺で終わりにしようかな。時間もちょうどいいしね。ちょ、次回やろ、次回。いや、酔い止め聞いてるからまだまだいけるけどね。まあ、とりあえず、また次回やろうかな。時間ちょうどいいし。じゃあ一回ここで終わりたいと思います。はーい。はい、ということでね、今日はね、チューチューチャーリーというね、1年前に超大ヒットしたゲームやってみたんだけど、めっちゃ面白い、このゲーム。いや、大ヒットになった理由がわかるわ。もう、機関車が敵って、もう、制作者さんすごいよね。もう、なんて言うんだろう。もう、考え方が常識の人の、考え方が普通の人と違うよね。やっぱ天才ってどこがズバ抜けてんだろうね。いや、すごいわ、このゲーム面白い。また次回、続きやっていきたいと思います。はい、ところでね、今日のゲーム実況はこれで終わりたいと思います。さよなら。